皆さんこんにちは、荻上チキです。その時気になったテーマを話していくチキズトーク、今回はですね、学校の校則について連載をしています。今日取り上げるテーマは理不尽な指導です。学校の校則が問題になるのはですね、校則のルールそのものがおかしいことと、校則についての指導がおかしいこと、その両方が合わさって問題校則ということになるんですね。仮に学生全員丸坊主じゃなくちゃいけないという校則が昔ながら残っていたとしても、先生が誰一人そのことを、真に受けず、誰も そういった指導をしないのであれば、それは問題校則にはならないんですよね。でも小さなちょっとしたルールであったとしても、それをもう厳しく細かくしつこく指導するということになれば、それはやはり問題指導ということになると思います。給食を残してはいけない。例えば5時間目6時間目までずっと給食の前にいさせ続けて食べさせる、これはやっぱり問題指導ですよね。今日はそんな理不尽指導が38歳の私が経験した時と、今の10代の皆さんが経験した時とでどう変わってるのかというものを比べてみたいと思います。今日もですね、この本ブラック校則の中からいくつかデータを紹介していきましょう。一つは、私が10代の頃、現在の30代が経験したものの中で連帯責任で叱られたというものに関しては、30代は 4.7% だったんですね。ところが10代の方が経験している連帯責任で叱られたというのは 15.2% ということになります。連帯責任で叱られるというのは社会に出てからは通常ありえない行為です。軍隊とかそうしたような特殊な場所ではあり得るかもしれないけれども、社会人になって経験することはまずないものの一つですね。でもこの連帯責任、根拠がわからないだけではなくて、たくさんのデメリットがあります。いじめの研究では、連帯責任を行う先生のクラスではいじめが増加するというようなデータも出ています。人々の相互監視を促して、先生が細かく振る舞いというものをチェックして、何かあったら理不尽に切れる、そうしたの教師ではむしろストレスが高まっていじめが増えやすいということになるんですね。デメリットばかりです。それから、人前で成績を非難されたという経験をしたのは、今の30代ですと 1.9% なんですけれども、今の10代ですと 5.7%、 3倍になってるんですね。このように実際に生徒に対する指導の問題点、そうしたものをこう加速してしまっているというのが実情だったりするんです。人前で成績を難じたり、あるいは人前で叱るというようなことというものは、漢字で言えば羞恥形というような言葉を使ったりします。人前でわざわざ恥ずかしみを受けさせるということを刑罰として与えるということになるわけですね。あるいはパブリックシェーミングという言葉もあります。人前で公衆で恥をかかせてしまうのだ、それによってある種の腹いせをするんだという行為になっています。こうした行為は立派なハラスメントということになるわけですが、学校ではみんなの前で叱れば指導になるだろうというような、そうしたような言葉がまかり通ってしまっているんですね。でも実際にそうしたその周知によってもたらされるのは、本人の自尊心の低下、あるいは生徒たち相互による監視の強化であって、それによって問題が解消するとは限らないわけです。他にも、僕が30代ですから、30代が若かった時に経験をしたものの一つ、反省文を書かされた。これがですね、30代ですと 2.8%、 ところが現代の10代が経験したのは 8.2%、 これも倍以上に増えてますよね。でもこの反省文を書かせることによって、一体どんな改善効果があるのかということに関しては、実は根拠が示されていなかったりもするんです。いろいろな校則やいろいろな指導が問題になって、この社会も変わった点もあります。例えば体罰に関してはさすがに減少傾向にあります。30代の体罰の経験、つまり軽く叩かれたというような経験は 8.5%、 強く叩かれたが 5.7%、 現在の10代ですと軽く叩かれたが 6.3%、 強く叩かれたが 4.4% に減っています。ただし体罰というのは現在は禁止されているので、一人でも体罰を受けていたらそれ本当はアウトなんですが、これだけ多くの人たちが体罰に遭っているという現状にむしろ驚くべきなのかもしれません。一方で理不尽なところが増えていること、体調不良や怪我でも部活動に参加させられた、これが30代ですと 0.5% だったのが、現在の10代ですと 3.2% に増えてるんですね。つまり昔と比べて今の方が校則が苛烈化しているということがよくわかるんです。このように理不尽な指導がまかり通ってしまっている学校の現状というものを改めていかなくてはいけない。いろいろ教育や心理学の世界では、相手により届きやすい指導はどういったものなのか、そんな研究蓄積も溜まってきています。
実際に子どもたちに体罰をするとか羞恥刑を行うということはネガティブな方向に作用する、つまり効果がないばかりではなくてマイナスの影響があるということが言われているんですね。だから基本的には個別指導をする、あるいは叱るのではなくて具体的な提案などを示していく、そうしたの指導がもっともっと一般化することが必要かなと思います。また校則については取り上げます。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。